投資家の間で、僕もあのファイヤー目指して頑張ってますみたいな、やっぱあのファイヤーになるためにはいくら貯めればいいんでしょうかとかっていうような、あの結構こう一つの目標としてファイヤーファイヤーってこう言ってて、まあ、おそらく堀江さんはあんまりこうファイヤーというものにはこう魅力を感じないだろうし、あの、まあ、私もややそのファイヤー、あのこうファイヤーファイヤーって言ってて大丈夫なのかなっていうふうに思ったりもするので、はいはい、まあ、あの堀江さんならファイヤーについてどうおっしゃるかなっていうのはちょっとこう、うん、あの、まあ、僕からするとなんか、すごい違和感があります、はい、もにゃもにゃもにゃっとした違和感があって、一つは多分家族のあり方なのかな、はい、家族ですか、はい、だからなんか大体ファイヤーは家族前提になってるんで、家族がいることが前提になってる、だからすごいそこ大変だろうなと思って、いやだから結構オーバーヘッドがでかくなってるというか、はい、そのバランスシートがでかくなるんで、その家族が増えると、人一人増えるとバランスシート倍になるわけですね。まあ大体家計の人数のルート倍ぐらいですね。あのこう必要なお金っていうのは。ああ、そうか、ルート倍って考えるといいですね。わかりやすいですね。4人家族だと一人暮らしの2倍っていうことですね。あールート倍ぐらいなんです、まあでもなんかそれピンときますね。いわゆるあの貧困っていうのを定義するときに、うん、あのこう家計の人数をこう、まあ、ルートで割って、うん、また調整しますね、なるほどなるほど。ただその根本論として、そもそも家庭とか作る必要あんのって思ってる人は結構いると思うので、そこから考え直した方がいいんじゃないかなと思ってたんですよ。まあ私の第一印象はなんですよね、あそんなに仕事つまんないのかっていうか、あのファイヤーを求めてる人たちっていうのが、あそれはそうだと思います。まあ、あの要するにこう自分の好きな仕事をしてて、うん、でかつその仕事で食っていけるっていう自信があれば、別にそのこう、まあ、お金を頼れば仕事しなくても大丈夫っていう状態にそんなに固執しなくてもいいですよね、うん、そこが、そこに家族があるんで、それでなんかおかしくなっちゃうわけ、さらにまあ重たいですよね。そうだから要は家族を養うっていうと、それは食っていくの定義って家族を養うになるわけでしょ、はい、多分、ええ、いやもちろん家庭を持ちたい方はいいんですけど、持ちたくもないのに持ってる人いるじゃないですか、同調圧力で、はい、俺家族とか別に持ちたくないのに親がうるさいから持つとか、そういう風になる人っているんですよ。結婚したらすごい奥さんがすごい持ちたいって言うから、もう俺子供とか別に好きじゃないんだけど作っちゃったみたいな人って結構いっぱいいると思っていて、ファイヤーって多分その家庭とかが前提になってるもんだから、割と難易度がちょっと高いみたいな話になっていて、もうだから多分なんかファイヤーとかの考え方も多分人間的に QOL を高めて生きるとはどういうことであるかっていうことを考えて、じゃあ俺は家族を辞めるとか、そういうふうに考えられないんだなっていう、うん、まあ、家族を辞めるとかなりファイヤーはやりやすくなるでしょうね。でしょうね、うん、ちょっとそのファイヤーっていうことで資産だけで生活を賄えるような状態を目指そうとすることによって、うんうんうん、その自分自身のその稼ぐ能力だとか、うんうん、こう物事を楽しむ能力だとかっていうものに対して過小投資になってしまうことがちょっと心配ではないかな、うん、まあ、僕はどっちかっていうと、はい、全てがお金指標で見られてることがちょっとすごく違和感で、はい、まあぶっちゃけ生活保護でいいじゃんとかって思っちゃうんですよね、はい、生活保護で自分が生活することを考えてみたんですよね、はい、うん、医療費タダだし、はい、車は使わなくてもいいような田舎に住んで、うん、で家賃も安めにして生活コストを切り詰めるってみんな言うんだけど、はい、切り詰めっていう考え方がそこにまた、ええ、さっきの人的資本も効いてくるのかもしれないですが、あと何に金使うんだろうなって、ね、まあ、やっぱり生活水準を落とすっていうことに対する恐怖感があるんでしょうね、うん、でもその生活水準を落とすというふうに思ってることが僕は多分間違いだと思っていて、ええ、生活水準の作り方が変だな、はい、状況に合わせて作ればいいってことですか。状況に合わせて作ればいいというよりは必要ないものを大量に買わされてると思います、ええ、例えば要は衣食住が充足してればいいわけで、うんうん、はい、うん、家も借りなければ、うん、さらに言うと食はさっきも言った通り実はすごいデフレなんでめちゃくちゃ安いじゃないですか。衣類なもうやっぱりデフレで、ええ、ファストファッションってめちゃくちゃ安いじゃないですか。逆に何金使ってんですかみんな。
まあ、平均的にいろんなものをこう周りを見ながら金使ってるってことですよね。でしょうね。だからやっぱ周りを見ながら金使ってるんですよ、うんうん、そう、やっぱ周りを見ながらっていうことだと思います。だからこう相対的な地位を落とすことが怖いんですね。怖いんですよね、うん、なんかみんなその老後の金の話をすごいするじゃないですか、はい、でうちの母親ってすごく典型的な人なんですよ。一般的な普通の人なんですよ、はい、で彼女がなんか僕が割と経済的に成功してるのを見て、私は老後マンション経営をしたいと、ついてはその福岡県のちょっと田舎町のところにマンション建てろと、私はそこの管理人をやると、勘弁してくれと、本当に最悪の投資なわけですよそんなの。でマンションの管理人なんかボケるし、田舎のマンションなんて資産価値なんかないじゃないですか、言うても最悪のことを言えば、でも一般的にはそうなんですよ、多分ね。ファイヤーとかの考え方も多分そういったところから出てくるんですけど、僕が言ったのは違うよと、あなたは老後年金とか足りなくなるんだったら俺が補填するから、頼むからボランティアとかやってくれと、でもう結構口を酸っぱくして言ったら学童保育をやってくれてて、すごくいいんですよ、もうだからもう要は子供たちにね、でもすごい堀江先生って言って慕われて、その小学生にね、本人やりがいあるしフレッシュな子供たちのね、気ももらえるじゃないですか、だからボケにくいと思うんですよね、で一番怖いのはね、その人間関係がなくなってボケることじゃないですか。そうですね、そういう風にみんなになってほしいんですよ、だからなんかファイヤーってそのボケまっしぐらだなと思って、